はい、皆さんこんにちは、さすらいのあきんどです。今日はですね、こちらのヤマト2202愛の戦士たちメカコレクションですね、メカコレクションの066番目のですね、ツバル家大使館専用機&デスパデータですね、デスパデータの方2セットですね、2セットが最近発売になったので、こちらの方を組んでいきたいと思います。こちらの機体ですね、なかなかですね YouTube とかでも紹介されてる動画がないので、まあ、結局自分で買ってみました。中身どんな感じかちょっと見たかったし、まあ、このですねズバル家のこのシルエットがめちゃめちゃかっこいいですよね。し、まあ、これもちょっといかつい戦闘機なので非常に気になったので買ってみました。それでは箱の中身、箱の外身ですねから見ていきたいと思います。はい、ではこちらですね、商品の箱の方から見ていきたいと思います。正面ですね、そして側面がデスパデータ、こちらがスバルクネになってますね。そしてこちらがですねメカコレクション特徴的なネームプレートに使えるこう紙のプレートがついてますね。これが2個セットなので4つ英語表記とカタカナ表記がいつも通りついてます。これも大事に貼るとそのままネームプレートに使えるという便利なのが印刷されています。そして機体の3面にですね、この上から下から前からかな、上から横から前からですね、の3面図がそれぞれデスパデータとツバル家が書いてあります。そしてですね、機体の説明文がこちらに載っています。まずですね、このツバル家ダイガミラス空間格闘戦闘機、空間格闘戦闘機なんですね。ツバル家大使館専用、大使館員専用機、大使館員の専用機ですね。ガミラスの在駐在武官クラウスキーマンチュイの専用機、白銀の機体にガミラス様式の紋章が施されているのが特徴的なんで、この紋章ですね、この機体のこの紋章が特徴的ですね、特徴的だということですね。そして通常の兵装以外にも、特殊兵装電磁パルスを発生させる EMP 魚雷を、搭載したバーン電子機器をぶっ飛ばされるですねを、搭載している特殊機です。テレザート船に向かうヤマトと合流、行動を共にすることになるというのがこちらのツバル家の大使館専用機ですね。色もかっこいい白いですね、白というか黒も入ってますけども、こちらですね。そして下がですねおなじみの帝政ガトランティスの広角攻撃って書いてますね、デスパデータですね。このシルエットも完全にですねカブトガニですよね、これカブトガニのシルエットですね、ということです。ガトランティスの主力攻撃機ですね、よく出てきますね。機体の上面には回転ビーム式、ビュンビュンビュンって回転するですねビーム式の機関銃砲、速射連動銃砲、速射林道銃砲を装備する、正確にこの丸いのはそういうみたいですね、を装備する。機体前面には8丁の機関銃、上と下みたいですね、上と下4門ずつみたいな感じですね、固定装備、乗員は3名、そうですね、3名乗ってましたね、確かに。機体下部には6発の対空ミサイル、または対艦用大型ミサイルを牽制できる、なんで結構重装備ですよね。機関銃あるし、回転銃砲もあるし、ミサイルも積めるということで、結構ですね、このデスパテータ、主力戦闘機ですけども、重装備で3人乗りなんで、アニメ見てても結構大きいですよね、この戦闘機、結構大きめの戦闘機で、ガトランティスの主力広角攻撃機ですね、完全に海洋生物みたいなのを意識した広角攻撃機って書いてますけれども、このデスパテータですね、これもですね、まあ、このツバル家もそうなんですけど、なかなかですねシルエットかっこいいですね、かっこいいんで、組み立てたらちょっとかっこよくなるんじゃないかなということで、今回これ組み立ててみたいと思います。はい、では箱の中身見ていきたいと思います。箱を開けてみますね。箱を開けるとこんな感じですね。説明書相変わらず内側に書いてますね。これ、ツバル家の方ですね。組み立て説明書内側に書いてあります。で、パーツがこんな感じ。こんな感じですね。デカール入ってますね。これ、ツバル家かな。これがデスバデータですね。台座がこの中に一緒に入ってますね。そして、裏面、表と裏ですね、側面の方、下の方がデスパテーターの組み立て説明書ですね。まあ、説明書を見ると組み立ては非常にシンプルですね。ちょっとパーツの方を見ていきたいと思いますね。ちょっと開けてみたいと思います。ですね、こちら、台座のパーツが、デスパテーターの方に一緒に入ってますね。これ多分2機分だと思いますけども、いつもですね、台座のパーツが入ってます。ここにですね、さっきの紙を貼り付ける感じですね。これ台座。これが、
デスパティーターの、ボディのパーツです。分かれてるな。あ、結構ですね、モールド細かいですね。結構細かいモールドが入ってて、まあ、成型色はいい感じの色ですね。本体の色に非常に近い、色で、細かいディティールが入ってますね。これが後ろの部分ですね。これ塗装必要なんですけども、回転するビームとかですね、この辺も細かいですね。あ、これでもミサイルがちょっとつながった感じになってるのがちょっと、これだけはちょっと残念かもしれないですね。このミサイルがこうつながってる感じになってますね。そしてですね、これ台座がですね、これついてるんですけども、だいぶついてるんですけども、なんか専用の違う形のですね、まあ、ネームプレートこれ貼れないかもしれないです。台座もなんかついてるみたいですね。このちょっと形の違う台座もデスパテーターついてます。そして熱バルクの方もちょっと開けてみたいと思います。こちらが、よいしょ、こちらこんな感じですね。本体のパーツですね、これも細かいモールド入ってますね。細かい筋が結構入ってる感じ、ちょっと白飛びして分かりにくいんですけども。そしてこちら本体ですね、シンプル、あ、これ結構パーツ多いですね。結構な分割で細かい細いパーツ多いですね。これ結構繊細ですね。そして本体にも細かいモールドが入ってるのは、ちょっと白飛びして分かりにくいかもしれない。お分かりでしょうかね。結構細かいですね。筋彫りがびっしり入ってる。特にこの辺ですね。びっしり入ってる感じですね。そして、これですね。これですね。シールじゃないですね。これいつものシールじゃなくてですね。水転写の、水転写ですね。水転写のデカールですね。デカールですね。ちゃんと水転写のデカールが今回入ってます。そうですね、この辺のですね、この特にこのまあ特徴的な模様のですね、やつがシールだと多分側面になじまないので、いつものシールだと、まあ、綺麗に貼れないんじゃないかなと思ってたんですけど、なんと今回、水電車の出からさすがですね、バンダイさん分かってますね。まあ、これをですね、本体にピタッと貼ると綺麗に模様が塗るんじゃないかなという話だと思いますね。ちょっと説明書なんて書いてあるのかな。あ、説明書書いてありますね。水転写デカールの貼り方、やっぱり水転写のデカールですね。デカールで、そして最後の方には、凹凸に貼るデカールを密着させるために、デカールの軟化剤とかですね、デカール用接着剤を使ってください。そうですね、ちょっと軟化させた方がですね、このデカールが、機体の特にこのここのところですね、この前面のこの曲面になじませるには、やっぱり、軟化剤とかですね、マークソフトとかを使った方がいいんじゃないかなと思うんで、こちらもそれを使って貼っていきたいと思います。今回嬉しい水転写のデカールがついています。そしてこのキットもですね、同じようにですね、なぜか台座がついてますね。まあ、この V 字型の台座もついているので、まあ、ネームプレートはこだわらないとか、まあ、ちょっとこっちの方がかっこいいので、この台座で、ベースにとして飾るのもありなんじゃないかなと思いますね。なかなか、こちらはパーツ分割、パーツのですね、分割も細かくてかっこいい感じになってますんで、組み立てるの楽しみです。それでは仮組みしていきたいと思います。はい、ではデスパデータの方からですね、組み立てていきたいと思います。じゃあいつも通りアルティメットニッパーで、組んでいきたいと思います。この辺細いパーツが結構あるので、この辺細いですよね、折らないようにと、説明書には書いてありますので、で切っていきたいと思います。まず仮組みですね。パーツの分割が結構ですね、塗装を意識されてる感じになっているので、パーツ分割が、後で塗装しやすい形になっていると思いますので、まずは仮組みですね。していきたいと思います。よく切れるな、アルティメートに変わって、パーツ数は、まあ、非常に少ないんで、もうとりあえず全部入力しちゃいましょうか。パーツのプラモデルだと、細かいパーツを全部切ってしまうと、あとでですね、どれがどれか分からなくなるんですけれども、まあ、これは大丈夫でしょう。パーツが非常に少なくて、しかも分かりやすいので、多少、切り離してしまっても、大丈夫なんじゃないかなと。で、どんどんパーツ切っていきます。こういう作り方ができるのも、メーカーコレクションの、
基本的に切りやすいところはもうそのまま一発切りで、ちょっと入り組んだところだけ糸切りっていう形で切っていきたいと思います。ちょっと入り組んだところは糸切りですね。そうじゃないところはもう完全に面が沿って取れるところはもう完全に一発切りで、ちょっと面の取りにくいところだけこっちで、ちょっとあっという間にですね、全てのパーツが切り離せました。そしてこのなんか、本当は、ベースっていうか、その実際この黒いベースが、ついてるんですけども、それとは別についてるこのベースの方もちょっと組み立てておきたいと思います。これはまあ角度とかが、まあ、ボールジョイントになってるんで変えられるんですけども、これはちょっと固定式ですね。こっちのかっこいいっていう方もありますんで、これちょっと2つとも置いておきます。じゃあ組み立てていきたいと思います。あとでまあ塗装するんで、ちょっとダボ切りだけね、普段あんまりしないんですけども、ダボだけちょっとダボ切りには向かないですね。ちょっとこれダボ切りするときは普通の単元に1本使おうかな。こっちの方がダボ切りだし、これでもよく、これでも切れるんですけどね、やっぱアルティメットニッパーを使っちゃうと、アルティメットニッパーがよう切れるなというのがよくわかるので、あれなんですけども、ダボを切ったりするのは、その、ダメの器ニッパーとかの方がいいかなと。これでかいですね。あ、これですね。ディティール細かいですね。結構細かいディティールですね。カニみたいですね。カブトガニの頭になります。そして回転砲塔、ここにつくか、ちょっと白くて分かんないかもしれない。回転砲塔がここにつくか、ヤマトの世界でどうね、くるくると回りましょう。回転砲塔ですね。これが単純にここにつくと、ちょうどこのこのあれですね、パーツの分割ラインがちょうど塗り分けのラインに対応してるんで、まあ、後でですね、後でこの部分を塗り分けすれば、その時非常に楽になります。そして、ここははまるところですね。こういった感じ。後でここが塗り分けのラインになるところですね。そしてはめてからでいいかな。ダボ切っておきましょうか。今回ダボ切りばっかりですね。ここも塗り分けのラインになりそうですね。ここもちょうど塗り分けになりそうなところです。この下のパーツが止まらない。結構ガッチリ、結構ガッチリですね。これちょっとやべえな。ちょっとこれはやばいぞ。すぎるな。これはめちゃうと、これ怖いですね。はめちゃうと塗り分けできない。ちょっとこの体とかちょっときつい。最終塗装後に接着するっていう形にすればいいので、あとは組のための穴と割り切ればいいんじゃないですかね。怖いな。これ結構かなりピッチリきますね。ピッチリした感じの花火で、後で外すんだったら結構ダボは深めに切っとかないと難しいかもしれないですね。ちょっと仮にまあちょっとはめる感じにしましょう。こんな感じですね。こんな感じですね。こんな感じで、でこれが、ミサイル。ミサイルが角度的にはこうかな。じゃあこうですね。角度的にはこうつく感じですね。ミサイルはちょっと先端が出るかな。違うか。
あ、違いますね。これ後ろです。間違い。こっちですね。こんな感じで、それタップの方が前に。これがまあ全部一体なのがちょっと辛いところでしょうかね。マックフィットなんで、いや、やばいですな。こんな感じですね。ということで、すごいあっという間ですね。これちょっとまあ、仮にこの台使ってみますけども。すごいですね。もうあっという間ですね。組み上がりました。まさにカブトガニですね。これだと、これ台座かっこいいんですけども、完全に角度の調整ができないので、まあ、このいわゆるボールジョイントが根元についてる、まあ、いつものこのタイプの方がこうちょっと上向きの角度とかにできるんで、いいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、こんな感じでちょっとまだはめ込み甘いんですけども、出来上がりました。なかなかかっこいいシルエットですね。なかなかかっこいい大型の、ガトランティスの戦闘機ですね。ちっちゃいですけれども、なかなかシルエットはいいんじゃないかなと思いますね。これがまず、デスパテーザーですね。早くも仮組が完成です。はい、次がツバルケですね。大使館員専用機ツバルケの方ですね。こちらの方を、切り出していきたいと思います。これはでもちょっとあれですね。パーツの種類がいっぱいあるので、全部一遍に切るっていうことはせずに順番に組み立てていきたいと思います。結構ですね、この先端のパーツも細いし、この辺のパーツも細いんで注意しないと切り落としてしまいそうですね。ちょっとまあヘッドグリップにしていきましょうか。おお、怖いですね。ここも細い、非常に細いパーツですね。いきなりザクザクいっちゃうと怖い。結構繊細なパーツです。で、この上下のパーツを合わせる感じですね。細いなぁ。いきなりこれ合わせるの？いきなりこれが合うのかな？いきなりこれが合うの？間はどうなるの？間は後からはめる感じですか？あははは。ちょっとこれもやっぱり多分、まあこれ基本的には一色成形にしようかなと思ってるんで、まあ、ダボ切らなくてもいいかなと思いますけれども、まあ、何かあった時にばらさないといけないので、まあ、全体で多分少し切っておきます。こちらなんですけども、塗装説明図はなんか白と黒のツートン、横ツートンみたいな感じになってたんですけども、今回は白一色にしようかなと思ってます。なんでかっていうとですね、多分横二色ツートンにすると機体の比率とかがよく分からなくなって、ちょっとうるさい感じになるので、基本的には白一色成形、なんか作例もそうだったような気がするんですけども、白一色にしようかなと思って、かっこいいですね。この翼のこのシルエットがめちゃくちゃかっこいいですね。ちょっとカメラでは分かりにくいかもしれませんけれども、かなり細かいモールドがですね入っているんですが、これはまた浅いですね。これはまあ潰れちゃう、分厚い塗膜をつけるとすぐに潰れちゃいそうな、感じの細かいディティールが入っています。ちょっと見えないかもしれない本体ですね。で、部品をつけていくという感じで、部品点数は少ないんですが、細いですね。これか。この辺とか、この辺とかがめちゃくちゃ細いですね。怖いですね、この辺とか。細いですね。こういったパーツがありますね。これをマスコンとはめる感じかな。いや、はまりますね。パーツ分割は結構ありますね。
そう、昔本当に子供の頃はもう設計図なんか見ないで作ってましたね、プランも。けどなぜかおっさんになったら設計図の番号をいちいち確認するようになってしまった自分が不思議なんですけれども、昔はどうしてそのまま組めたんでしょうね。こう、まあ、勘で分かったし、昔のプラマはそんなに複雑じゃなかったんですよね。今のプラマはこう左右間違うとはまらないとかそういうのも結構あるので、あまり適当にやってると後で後悔する。すごいですね、このはまり具合がすごい。分かりますかね、はまり具合っていうのはちょっと分かりにくいと思うんですけど、このパーツがですね、この溝にピタッとはまっていく感じがすごい精度ですね。これまあ単純なモナカ割りにすればいいのに、こう細かいパーツ割りでこういう細かいディティールをですね出そうとしてるんですね。すごいですね。でこのはまった時のラインもパネルラインになるという形で、あ、かっこいいですね。すごいかっこいいですね、このかっこいい、ちょっとまあここからは軽いんで倍速って言うんですよ。意外と設計の手順に行きます。だらっとして進めたくなるんでちょっと飛ばしていきますね。はい、ということでツバル家のですね仮組みが完成してこんな感じになりました。1個だけですねちょっと、お伝えしたいことがありまして、これ基本的には、まあ、ほぼオールスナップフィットっていうやつなんですけども、接着剤なしで組み立てられる感じなんですけども、今回ですね珍しくメカコレクションですね、2箇所かな、この先のですねアンテナのこの尖った部分とこのまあ翼端みたいなこのちっちゃい羽の部分が、接着してくださいというシーンでしたね。これ接着剤流し込みの、これですね、タミヤの流し込み接着剤を使って、ここは、接着しなさいという指示なので珍しく接着しました。で、まあ前から見た時にですねこのアンテナが均等になるようにちょっと調整しながらこの先端部分を接着して、こちらが仮組みの出来上がりになります。かっこいいですね。ちょっとこうやっぱり未来的なシルエットのですねかっこいいシルエットで、さっきのですね、さっき組んだデスパテープですね、こちらとともにですね、まあ、これ成型色白一色なんですけども、なかなか、かっこよくて良いキットなんではないかなと思います。かっこいいですよ、これ。この兜ガニっぽくてかっこいいですね。
これはまあちょっと完全にですね、成型色の色分けが必要な、成型色プラスの色分けが必要なんで、まあ、これは部分的に塗装していかないといけないと思うんですけども、今回のですね、こちらのデスパテーターについてはですね、まあ、基本的には、黒白のツートンなんですけども、今回はですね、まあ、白だけですね、このデカールが入る形にしたいので、このデカールがやっぱ入る形にしたいので、白一色で、塗装してみたいと思います。まあ、墨入れだけでもいいんですけども、もうちょっと、ちょっとこれ成型色がちょっと若干クリーム色っぽいんですけども、もっとまあピュアな白に近いんじゃないかなと、箱を見て思いましたので、今回ですね、この白サフですね。種の白サフ。これをベースのもう色にしてしまって、で、墨入れを、黒とかグレーですね。で、やっていって、デカール貼って、最後に、まあ、半ツヤぐらいのですね、トップコートかけて、完成という風に簡単仕上げでちょっとやってみたいなと、メカコレクションなんで、思います。まあ、ちょっと動画長くなっちゃうんで、前半部分はこのマツバルケのところまでの制作でいきたいと思います。そしたら、サフ吹いていきたいと思います。白サフで仕上げていきたいと思います。はい、ということで、軽くですね、白サフを吹いて、こんな感じになります。お分かりでしょうか。これですね、翼とかにですね、ちょっと分かりにくいかな、細かいディティールがあるんですよ。で、白サフを吹いて、軽くなんですけども、吹いたんですけれども、まあ、この辺のですね、細かいディティールが、もうほぼですね、潰れかかってるくらい、モールドが、特に翼のモールドが浅いので、潰れないように気を使って、白サフで拭いた感じがこちらになります。この後ですね、まあ、墨入れ塗料で墨入れして、で、マットの部分も少し塗装が必要なんですけども、これはですね、筆ムラが出にくい、まあ、ファレホですね、ファレホの黒を使って仕上げようかなと思っています。まあ、基本メカコレなんで、まあ、簡単仕上げでサクッと仕上げていきたいと思います。なかなか細かいディティールです。こんな感じですね。はい、ということでですね、白サフベースにですね、薄くグレーでですね、墨入れした感じがこちらになります。ちょっと分かりにくいですかね。黒を使わなくてですね、グレーを使った方が、まあ、そんなにきついラインが出なくて、この白ベースにはいいんじゃないかなと思います。ラインの方もですね、あんまりきつく出ると全体のバランスが、ラインに負けてしまうので、できるだけですね、薄いラインがですね、うっすらつくように、墨入れして、拭き取ってみた感じがこちらになりますが、いかがでしょうか。ありますかね。薄いラインをつけてみました。それでですね、やっぱりエナメルなんで、やっぱりパーツがですね、パッキリ割れちゃってるところも、一部出てきてしまいましたけども、ちょっと接着剤で応急処置して、細いですね、この、まあ、繊細なラインが簡単な墨入れですけど出るといいなと思って、こんな感じになっていました。どうでしょうか。はい、で、窓の方ですね、ファレホで、塗った感じですね、がこちらになります。窓がですね、やっぱり手書きの手塗りだったので非常に苦戦したんですけども、最初ですね、こちらのタミヤのですね、ハイグレード面相筆を使ってみたんですけども、全然ですね、細かく塗れなくって、最終的にはこれですね。この間、ホビーショーに行った時に買った、アローズさんで買ったですね、このタミヤの、面相筆のモデリングブラシプロっていうやつですね。一番、まあ、1本1300円ぐらいの筆なんですけど、これで塗ってですね、やっとなんとかこの細かい、窓の部分の黒が塗れたんですけどもですね、はみ出した部黒で最初、まあ、ちょっと大きめに塗って、はみ出した部分を白で、埋めるという形で塗ったんですけども、まあ、私の今の技術だともうこれが本当精一杯ですね。手塗りだと今まああんま綺麗じゃないんですけども、まあ、これ以上塗るとただまあ傷が広がっていくだけなので、今はとりあえずこれで、いきたいと思います。まあ、もうちょっと上手に塗れるかもしれませんけれども、まあ、今はこれが精一杯ですね。パレホの筆塗りで、窓の黒い部分塗りました。こんな感じです。はい、それではデスパテーターにですね、問題のデカールを貼っていきたいと思います。結構形がですね、複雑な形に貼り付けるので、まあ綺麗に貼れるのかちょっと心配なんですけども、こちらのですね、マークソフターですね、これを使って密着させていきたいと思います。ちょっと手で動きしますね。
ね。はい、ということでスバルケですね、最終的にデカールを貼ってですね、パンツ屋のですねトップコートを拭いた感じがこちらになります。全体のですねカラーリングがトップコートによって統一されて、デカールの定着も良くなったと思います。ちょっとまあ心配されたですねデカールの貼り付きなんですけども、意外とですねこの面にうまく馴染んで、まあ、いい感じになったんじゃないかなと思います。この一番先のですねちょっと分かりにくいんですけども、この先一番先っぽにもちょっと、ガミラスのマークですねデカールを貼っているんですけれども、まあ、ちょっと分かりにくいですね、この先の一番先ですね、ちょっと4みたいなマークの、ガミラスマークも、きっと貼ってみます。もうちょっとまあ色味渡したいと思うんですけども、とりあえずこれで、ツバルケのですね、大使館専用機、一応完成という形にしたいと思います。後半ではですね、デスパテーターですね、デスパテーターを組んでいきたいと思いますので、またよろしかったら見てやってください。それではサスライのアキラでした。またお会いしましょう。